とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今シーズンも、釣り竿ありますね。2階の報酬で釣り竿があるんですよ。結構早いよね。なので、今回も釣り竿攻略やっていきましょう。全部見せるとかなり長いので、ボス戦だけやっていきましょう。それでは10回ボスです。10回ボスさ、俺ビーストバーストしようと思って来たんですけど、虚無の矢筒取るの忘れた。うん、虚無の矢筒がないんで、これビーストバーストしてもそんなダメージ出せないな。まあまあ一応してみるか。うん、大体のダメージはわかるよね。ビーストバーストをまあ虚無で打つとこれの4倍ぐらいはダメージ出るかなぐらいなんで、大体の強さは見えてくると思う。やべやべ、ちょっと待って待って待って、俺連射するの忘れとったわ。しゃ、そんなにダメージがない。 OK、 こういうね、無敵のやつってね、本当に相性悪いんですよね。釣り竿と無敵になるタイプのボスって。あ、やばい、これはいかんぞ。うん、ちょっと待って、ちょっと時間調整します。ポーション最初使っちゃったんで、これはいかん。いいか、弱点さらさせて待てば、いやいや、もうほぼ大丈夫だ。オッケー、反逆者でなかなかいいんだけどね。ちょっとビーストバーストまずやってみるね。どれぐらいいくか、ある程度ちょっと無敵になるギリギリまで減らそう。こんぐらいか、いきます。ビーストバースト、うわ全然減らんわ。これ最大倍率出したとしてもさ、ワンパン無理だわ。うん、あんなもんか。いや、もうちょっと減らせるかなとは思ったんですけどね。うん、想像のダメージ半分ぐらいだ。ありゃダメだ。ビーストバーストでちょっと無理か。いや、まあ一応試してみないとね。もしかするとものすげえダメージ出るかもしれんし、そうか。となるとやっぱり雷も連れていくっていうのが今シーズンは一番無難かな。いや、まさかあれぐらいしか減らんとはね、ちょっと驚き。よっしゃ、 OK。しかしね、釣り竿で行くとこのボスは長えわ。よし、 OK。 あと2回か。そうね、最後の4回目の弱点の時には最終的にビーストバーストして削り切ろうかな。うん、そうすると一気にいけそう。うん、オッケーオッケー。あ、いや、いけるかこれ、ビーストバーストせずに。最後ね、ちょっと残るのがね、嫌なんだよな、これ。よし、オッケー。どうだろう、なんか残る気はするけども。行ってみっか、そのまま。いや、これは安全のために最終的にビーストバーストを打ち込んだ方がいいな。やべえ、よし、ビーストバーストします。最後こんぐらい十分でしょう。はいはいはい。いやー、釣り竿とは相性悪い。次、
2回目のボスは余裕ですね。うん、ノビは釣り竿に弱いんで、まあそこで、あー危ねー、いやミスった、あー危ねー、死ぬとこだった。うん、こう落ちるのは気をつけましょうね。29回でーす。黄金でめちゃくちゃいいのつきました。カトラスに黄金つけて吸血3ですね。最高のやつがついたね。で、防具はなんかね、取るタイミングを間違えて、ちょっと初期防具のまんま着てます。うん、でもまあいけるもんだ。もしかすると今シーズンも、これ初期武器、初期防具、初期弓のまんまで、いや、厳しいか。ボスがボスだもんな。さすがに厳しいか。うん。いければね、なかなか面白いんですけど、まあどうなるかは分かりません。一応挑戦はしてみます。いやー楽勝だ。うん、もともと強いカトラス、これに吸血がつくなんて最高だね。あ、バトルローブ変えようかな。うん、耐久力も上がるし、ビーストバーストはもうしないしね。そうしましょう。クールダウン必要ないよね。一応入れとけ。うん、一応ドラがね使えるようになるんで。あ、で弓に流れ込む魂とテンポセット1が入ってます。なので最初の一発目で動きを遅くしていきます。いけ、ナイス、これ完璧やね、完璧。あー、なるほどね。弱なレイス釣り竿だと楽勝だわ。終わり。うん、釣り竿だとこいつ楽だな。でもね、連射器がないとできないんで、万人向けではないんですよね。うん、まあとりあえず今シーズンも釣り竿があれば結構楽になります。はい、ということで報酬を見て終わります。ダメだな、今シーズンもね、まだ一個もいいのは出てません。最後の叫び栗に炎さん、うん、いらないね。はい、ではね、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。